こんにちは。今日は毛糸の編みかけのものの小物、こんな小さいんですけれど、こちらの方の作り方を、紹介したいと思います。これね、編み棒は、爪楊枝なんですね、はい。そしたら材料の方です。今言った爪楊枝ですね。爪楊枝。そしてこの爪楊枝で直接編むのはね、とても大変なので、編み針として、細いね、サイズの編み針があればそれを利用してもらったらいいと思います。なければこれね、竹串、これで今日は編み針を作ってそれで編んでいきたいと思います。そしてここね、針の、後ろにつく、ボンボンの部分ですね。そこにこういうプラスチックのビーズで、ね、穴はね、大きめの部分があればいいんですけどね、爪楊枝の、サイズ、この棒がね入るものがあればそれで使えるんですけれど、よく100均でね、こういう感じでおもちゃ売り場のところに載っているビーズ、これだとね少し穴が小さくって入らないんですよね。なので、これを使う場合は、こちらの、爪楊枝を少し削って、作りますので、これでも、作れます。そしているのが、サンドペーパーですね。それから、この竹串とか爪楊枝を切る、ハサミ、まあ、こうちょっと力をかけても切れるクラフトバサミとかキッチンバサミですね。それか、爪楊枝じゃない、爪切り、これでもいいと思います。はい、そしたら実際に、まずね、編み針を作っていきたいと思います。でこの先っぽね、ちょっとこのままでは、とんがりすぎて痛いので、ここを、5ミリぐらいカットします。このぐらいに切りますね。そして、切ったものの先を少し滑らかにするようにサンドペーパーをかけておきます。こういう感じにしておきますね。そしてこの後ろですね、ここはこの模様のある下の部分、ここで折ってもらって、そしてここもちょっと滑らかにして、そしてここに、こう入ればね、このままでいいし、もし小さいビーズ、穴がね小さいビーズでしたら、ここ削ります。この後ろ側をこう削って、入る大きさまで削ります。そしてこれちょっと削ったんですけれど、このぐらい削るとこう入りますので、こういう感じでいいと思います。こうですね。そしてこれ抜けないようにボンドをつけます。ボンドはね、いつも使ってる、このボンドをこの穴の中に流し入れて爪楊枝をぐっと刺して、そして乾かしておきます。これはね2本作りますね。はい、そして竹串の方ですね。竹串の、編み針を作るんですけれど、これもここ先端とても、尖ってて痛いですので、ここは、まあ、1センチぐらい、これ今切った、1センチぐらい切りますね。このぐらいを切って、そしてこの先端部分をやっぱりこのヤスリでこう滑らかにこすって、痛くない程度にこういう風に、ね、今削ってる分なので、これで痛くないですので、このようにしておきます。そしてこの辺りもちょっと触ってみて、毛糸が引っかかりそうでしたら、ここら辺も少し、紙ヤスリで削っていたらいいと思います。でこうなったらこれで編んでいきます。今日使う毛糸は中細で編むんですけれど、極細でもいいと思います。細い方がね、ちっちゃくて可愛いと思います。はい、これを普通に編みます。
これで15目です。15目ぐらいでいいかなと思います。もう少し細くてもいいかもしれないですね。12、3目でもいいかもしれないですね。そしてこのようにして普通に編みます。竹串で2、3、4、5、6、10、11、12、13、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、最初の目を作り目がね一つありますので、これで14、じゃあ15にしときますね。15、こういう感じで編みますね。そして1本抜いて、あと編むのはもう何編みでもね、お好きな、編み方で、メリヤス編みでも、縄編みなんかを入れてもねいいと思うんですけど、これは、ガーター編み、表も裏も同じ目になる、ガーター編みっていう編み方をしました。ガーター編みっていうのは表編みばっかりをする編み方です。ここに入れて、とね、編み針よりはね、ちょっと滑りが悪いので編みにくいんですけれど、こういうふうに表編みですね、表編みを15目編みますね。よいしょ、ちっちゃくてね編みにくいですけどね。そしてよいしょ、反対側も同じ表編みをする編み方を、ガーター編みって言いますので、これで表編み15目、よいしょ、15目に編みました。そしたら編み地をひっくり返して、こっち側をね、裏側も表編みを編みます。ここにね、ここに入れて、ここね、よいしょ、表編みを編みます。そしたらこれで、お好きな長さまで編んでいってください。何編みでもね、構わないですので、私は今、このガーター編みでね、編んでいきます。はい。そうしましたら、これでガーター編みを、6段編んだことになります。もっとねたくさん編んでもいいと思います。はい、そして、全部で15目編みましたので、1、2、3、4、5、6、7目、だいたい半分ね、7目編んだところで、これ止めてる状態です。はい、そしてこれをこちらのね爪楊枝の方の編み棒に移していきます。これね、ちょっと削った棒です。ちょっと穴がね、小さかったので削って、今、ボンドをね、入れている状態です。はい。そしたら、これの、こうビューッと、後ろの方まで、編み目をずらせますね。そして、この後ろから、この、爪楊枝の方に、目の後ろから、すくっていきます。に取りますね。はい、そして反対側もこの目を竹串の後ろの方に、持ってきて、そして編み針、爪楊枝のね編み針の方にこういう風に一目ずつ移していきます。
こっちは8目でしたね。15目、全部で15目でしたので、7目と8目とにします。こういう感じになりますね。これでね、できているんですけれど、こちらの、どこだ、糸、このね糸端にこういう感じで、糸玉を作りたいと思います。糸は、1メーター20ぐらいかな、まあ、適当で、それはいいです。お好みの大きさにね、丸めればいいと思います。そして糸玉、毛糸玉を指に巻いて作っていきます。こうふんわりね、ふんわり巻いて丸くしていきます。2、3回ずつ巻いて丸めていけばいいかなと思います。こういう感じで丸めて、そしてこの辺になったところでちょっとね、ボンドを、よいしょ、ボンドをつけて固める感じですね。こういうふうにボンドをつけて、こういうふうに固めますね。でギュッと押さえて形を取って、乾くまでこのようにしておきます。そしたらこうね、あの糸玉にこうつながった感じでね、可愛いかなと思います。でこれを何にするかなんですけれど、このままね、お人形さんに持たせて編み物をしているっていう風にもしたら、まあ、可愛いかなと思いますし、ブローチピンをつけたら、帽子のね、アクセサリーなんかとしてもちょっと面白いかなと思いますので、こんな感じでやってみてください。で これはね、もうこのね、編み始めの糸はなんかくぐらせて、糸処理、糸始末をしています。こっちみたいにね、こんな感じにしました。ちょっとね、面白いですよね。ちっちゃくてね、可愛いと思いますので作ってみてください。はい、ありがとうございました。